公認会計士税理士のしかゆです。静岡市駿河区で会計事務所の代表を務めております。今回はこれから独立、企業独立されようとする方へのメッセージですけども、企業独立するにあたってはコンサルタントかアドバイザーをつけた方がいいよというようなお話をしたいと思います。独立する前にコンサルタントかアドバイザーをつけた方がいいと思います。で、私もそうなんですけども、私は独立して半年ぐらい経った時にコンサルタントをつけました。事業向けのコンサルタントの横須賀照久さんという方に契約を結ばせていただいて、もう半年、2ヶ月、2年以上ですかね、いろんな教えをしていただいてます。で、やっぱり良かったなと思いますね。月額1万5000円ぐらいは払っているんですけども、それ以上の十分なリターンはあると思っています。で、もし横須賀さんと契約していなかったと考えるとですね、ちょっと怖いなと。自分がどうやって営業をしてきたのかなと思います。横須賀さんは営業マーケティングのコンサルタントなんですが、横須賀さんがいらっしゃらなかったら自分がどんな営業をしてきたのかと思うと想像もつかないですね。逆に、そのようなコンサルタントをつけてない、他の税理士の方とか事業の方もどういう営業をしている、どうやって営業を勉強しているのかなと思うと全く想像もつかないと思います。多分、勉強してないと思うんですが。で、企業独立するにあたってはですね、企業独立するにあたってはやっぱり営業がもう最重要ですね。営業が最重要。とにかく売らなければお金になってきませんし、自分の成長もならないし、ビジネスも発展しないということで、とにかく売る方法を勉強しないといけないんですね。で、もともとは独立起業する前に営業やされてた方はそれなりのメソッドとかスキルはあるかもしれないですが、全くしてない方、技術畑の方とかが企業独立しようとすると、うまくいかないんじゃないかなと思います。で、そういう時にはやはりもう外部のコンサルタントとかアドバイザーをつけてしまうのがいいと思います。月何万かお支払いをするとしても、十分将来的にバックされると思いますので、ぜひつけることをお勧めします。で、例えば、府内総研とか、高いと思いますけど、府内総研とか、あとは身近な方がいいと思いますので、皆さんの身近にいるコンサルタントと契約されるのがいいのかなと思います。コンサルタントでも成功している方ですね。はい、で、成功されている方は基本的に情報発信をいろいろしてますので、ウェブとかセミナーやってる方でいくつか会っていただいて相性合う方とご契約されるのがいいんじゃないかなと思います。はい。ですね。で、コンサルタントとかアドバイザーがいないということは、いらっしゃらないという方は、例えば同業の先輩、年上の方とかにいろいろご指導をお願いするというのもありだと思います。コンサルタント契約というのはまず無理だと思いますので、月1回とか2ヶ月に1回ぐらい何かお話を聞いて、菓子折りとかお酒飲みながらいろんな情報を聞き出すというようなことをされるといいんじゃないかなと思います。その方、先輩が成功されている方ですね、当然必要条件になりますけども、成功されている先輩からいろんなことを教えていただくというのがいいと思います。ですので、これから企業独立されようとする方は、まずコンサルタントかアドバイザーの契約していただくこと、そういう方がいらっしゃらなければ、先輩、同業の先輩などに定期的にアドバイスを受けるのがいいかなと思っておりますので、ご参考までに心に留めておいていただければと思います。